たか、愚か者どもめ。どういうことですか副会長。私たちを潰す程度なら生徒会長が出てくる必要はない、そういうことですか。勇気、生徒会長の考えは俺の理解の及ぶところではない。ここから先は何人たりとも倒産。ここを通りたくば私たちを倒していくがいい。涼子、語るべき言葉はない。お前たちにこの学園を変える力があるか否か試させてもらおう。ガンプラバトルで強い者こそ正義、弱い者は悪。今ここでそれを証明してやろう。いいえ違います。違うとようやく本当の意味で気づけました。だから私たちの自由で楽しいガンプラバトルを返してもらいます。ついにやってきましたこの一戦。怒涛無双の快進撃を続けるサイドゼロと副会長率いる生徒会精鋭部隊のバトル。この緊迫のバトルは実況を私シャクのリンコが放送部の独占生配信にてお送りします。さあガンブレ学園の行く末を決める対決の前哨戦となるこの戦い、果たしてどちらにその軍配は上がるのか。それではガンプラバトルレディーゴを乱す反乱分子め、すぐに潰してくれる。今戦いの火蓋が切られました。実況は私シャクのリンコで最後までお送りいたしますよ。勇気に指一本触れてみろ。このガンプラの首をねじ切ってやる。3人進むことができるのは強者のみ。弱者はそこで散りゆくがいい。さあ腕試しに行こう。プレイヤー1撃破されました。見つけた破壊の時間よ。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。プレイヤー6撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。俺としたことがクエストに失敗するとは。プレイヤー4撃破されました。見えているわ。この一撃で仕留めてみせる。このクエストをクリアするとステージギミックが解放されますよ。戦況を変えるチャンスかもしれません。さあ腕試しといこうか。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。プレイヤー5撃破されました。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。プレイヤー4撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。 OK
て強さなんだ。第三勢力出現しました。両チームここからどう動くのか注目していきましょう。やれる時にやれることをするのが本当の意志、いやガンプラビルダーというものだ。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリア、一つずつ潰していきましょう。味わってちょうだい。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。もちろん。プレイヤー6撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。さあ次はドイツだ。オールファーストアウト決まった。お前がガンダムだ。ガンダムクレイカーだ。ここでキーパーツの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。回収クエストね。パーツの準備はできてる？プレイヤー5撃破されました。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。キーパーツ入った。素晴らしいプレイです。チームブルー、これは大きく戦況が動きます。やったー、回収成功。うまくいったね。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。次のクエストも片付けちゃおう。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。落ちろ。私だって戦える。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリア、一つずつ潰していきましょう。プレイヤー6撃破されました。怯えなさい、つくみなさい。ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。プレイヤー4撃破されました。そこよ。ラプラスネストが最強たるゆえ、すぐに思い知らせてやろう。やりましたね、チームネスト。これは大きなポイントです。このデュラスネスト、どうさもない。次に行こう。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めているといい。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。したことがクエストに失敗するとは。
この短期間でこの俺を倒すほどに。さすがはソロモンの魔女と言って。その名はもう捨てました。ただ強さを求める魔女はもういない。今の私はチームサイドゼロのコーラ伊織です。これが私たちのガンプラバトル。仲間と協力して精一杯楽しんで、そうすればきっとどんな相手にだって負けはしない。それを私はようやく学びました。ガンプラバトルを純粋に楽しむ心、それが今の私の強さの秘密です。副会長。乾杯だな、副会長。申し訳ございません。楽しく、楽しくだと。そうか、そうだな。勇気と二人でバトルしていた頃は確かに楽しかった。だがもうあの頃には戻れない。俺ではもうあいつの高みには届かない。なら私たちが思い出させてみせます。生徒会できるのか、貴様らに。誰でも変わることはできるはずです。私のようにきっと。そうか、ならその夢物語にかけてみよう。受け取れ、生徒会室のカードキーだ。生徒会長を、勇気を頼む。ええ、任せて。頑張ります。さあ行きましょう。私たちのバトルを、本当のガンプラバトルを生徒会長に見せに。
この先に生徒会長が。ええ、ようやくね。みんな準備はいい？はい、勝ちましょう。みんなでサイドゼロで。ええ、ここまで来たら勝利あるのみね。ここが生徒会室。こんなにガンプラやパーツが散らかって、まるで子供部屋みたいな。やあ、待っていたよリーダー君、そしてサイドゼロのみんな。ああ、本当に待っていたよ。そう、君のことをずっと見ていたんだ、サイドゼロのリーダー。あなたが？そう、僕が君たちの目指す相手、生徒会長の椎名勇気だよ。ああ、少しだけだけどワクワクするね。久しぶりの強いビルダーだ。君たちはどれだけ僕を楽しませられるのかな。自分に楽しむ気がないのに楽しいバトルになるわけがないじゃないですか。そうかな。相手が強ければ楽しいはずだよ。だって昔はそうだったんだ。でもいつからかな、みんなだんだん弱くなっていっちゃったんだ。だから退屈で退屈で。そんな理由で生徒会を乗っ取ったの？自分が楽しむためだけに？ああ、君たちと同じさ。だって君たちも楽しむために僕らに反旗を翻したんだろ。違う、私たちは。生徒会長、正直昔の自分を見ているようで痛々しいです。伊織先輩？昔は私も同じように考えてました。自分さえ楽しければ、自分さえ優れていればって。でも違う、それじゃ本当に楽しくなんかない。だってガンプラバトルは一人じゃできないから。仲間がいて、相手がいて、戦術を相談したり切磋琢磨したり、すれ違うことがあって、喧嘩することもあって、それでも決して一人じゃなかった。そのことをみんなが、彼が思い出させてくれました。奇弁だね、仲間一人じゃない。それは君たちのような群れるビルダーの話だ。僕は違う。なぜなら僕はね、一人の方が強いんだよ。さあ、ごたくはこれくらいにしよう。久しぶりのバトルだ。もちろん楽しませてくれるよね。ついにやってきました、大一番。反抗の旗印サイドゼロ VS 生徒会長率いるラプラスネスト。この学園の未来を決めるバトルが今始まります。正直生徒会室に突貫するのは死ぬほど勇気が必要でしたが、ご安心ください。放送部は全ての G キューブバトルを従前に学園中へお届けいたします。泣いても笑ってもこれが最後の決戦です。さあ、それでは白熱のガンプラバトルにレディーゴサイドゼロ、気取った名前だ。その名の通り、今すぐゼロに、無に返してあげよう。さあ、バトル開始です。実況は私、シャクのリンコが務めさせていただきます。
青チーム、ここからどう動くのか注目していきましょう。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。